乗りよ。どこだ。大変です。何が？ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが、杉寺へ戻り、あとは任せる。地獄のような神様だ。誰の修行だ。正気を失ったようで。俺をやっつける勇気があるのか。燃えろ。その罪ごと燃えろ。下がらせ。私は私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすとは諦めた。この島は見れば叶わぬことばかりだ。だが守らねばならぬ。お主は杉寺最後の総兵であろう。こんなことをしたかつての私は戻れません。元に戻れと言わない。お主が信じた道から少しずつ進んでほしい。ありがとう酒井様。杉寺で待っておるぞ。先生は当然、先生は感謝しています。かつては私は鍛錬に明け暮れ、家族も友もなくて、友へを後継ぎにしたかったが、
あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を広めた。だが弓は、所詮弓。数を持てばよかった。先生、わしのようになるな。苦労を飲まれてはならん。友よは関係なかったの。もうこうこいて名声を得ようと駆け回ってもならば必ず捕らえましょう。捕らえて。始末つけねばな。役立つはずです。では。背負いられて今日疲れた。これは日本の世、犯人は島のものだ。おそらく死んだ。先生の話は聞いた。ここの猛虎を殺した者のお仲の方、その方は侍で、手塩いた弓と。